こんにちは。こんにちは。お願いします。お願いします。今日はスーツをちょっと、はい、作りたいなと思いまして。仕事が美容師なんですね、はい。ああ、そうなんですね。なので、こう普段使いもできるような、はい、カジュアルにも着れるようなやつが。はい、なるほど。今ちょっと綺麗にしてみたいなと思って。はい。それだと、ちなみにこの前のこの3つっていうのが、はい、普通のスーツと違って、はい、肩パッドと真珠が入ってないものになるので、この辺をちょっとよかったら見てもらって、羽織って形とか見てもらえれば、はい、ぜひ、はい、お願いします。普通の、まあ、スーツと違って、はい、肩パッド入ってなくて、ウエストの絞りもほとんど入れてないようなものなので、結構カジュアルに着れるか。動きやすいですね。はい、めちゃくちゃ。ここから、まあ、袖、肩、ウエスト、着丈とかがこうお好きなようにいじれるので、はい、好み着ながらちょっと最初にしていってっていう感じですね。はい、ちなみになんか、はい、このジャケットのベースのこの形の特徴とかはありますか？はい、そうですね。やっぱりテーラーの工場で縫っているので、こういう片付けとかしっかり綺麗な感じですし、まあ、全体感としてもこの上品なイメージは残せてるかなとは思いますね。すごいしっかりと仕立てのいい感じが伝わってきます、ね。はい、イージーセットアップって海外っていうか日本っぽいんじゃないかなとは思いますね。やっぱり、はい、あの結構クラシックイテレとかとピチって来たりするのが、はいはいはい、それがまあ普通だったりするんですけど、カジュアルで来たりするんですけど、日本人だとやっぱそれって少し恥ずかしかったり、恥ずかしかったりとかするので、そういうのを踏まえて結構、ドメスティックのブランドさんとかがゆったり着るようなのを提案している中で、そういうのが日本っぽいっていうイメージに根付いてきたと思うので、まあ、そういうイメージに踏襲しつつでもカジュアルすぎず、ちょっとこうテーラーのイメージ、まあ、テーラーなのでそういうイメージも残しつつ、ちょっとより大人っぽくというか、はい、見せられたらいいなと思って、この辺は、ね、はい、作ってますね。なんかもうこのままでもいけそうな感じですか？とてもいいです。そうですね、袖も見ても、うん、スーツとかだとシャツ見せたいんでちょっと短くしたりするんですけど、はいはいはい、カジュアルセットアップだとしっかり隠れるぐらいでいいと思うんで、はい、そうですね。スーツだとなかなかそのジャケットだけで着るとかってあんまりできないじゃないですか。結構やっぱりさっきも言ったように袖が短くスーツを作っちゃったりとかするので、カジュアルのものとセットアップするってっちょっと微妙に作りが違う、違うんです、ね、そうなんですよ。次はなんかお好みとか色とか、はい、あの柄がいい無地がいいとかありますか？はいはい、そうですね、なんか今まさにこの着させていただいた色がすごく気に入ってて、なんかこういう無地だけど少し表情があって、はい、なんかあんまり明るすぎないようなやつがいいですね。シックに使えるような感じですね、はい、まさにこの、はい、あ、これがいいですね、はい。また生地で見るのと結構違く見えますね。あ、こういう感じに、はい、でもこの辺りがもし気に入っていただいてると、はい、ちょっとこう通年ではなくなっちゃうんですけど、はい、個人的にフラノのセットアップがすごい好きで、持ってないです、ね、色が近いのがあるので、この辺りとかも、はい、毛足があってちょっとこう高級感が出るか、よりなんか表情がつきますね。そうですね、いや悩みますね。難しい。季節が違うんで結構2つは結構いいですね。好きそうですか？はい、なんか若干ほんのり緑がかったような感じが面白いかな、ね、はい、こちらですかね。これ、はい、これ良さそうですね。これで、はい、お疲れ様です。お願いします。鏡の前で、はい、はい、でパンツが、実は種類が3つあって、はい、今履いていただいたイージーパンツで、これが新しいやつですけど、シャリングってこうゴムが入ってて、はい、ノーベルトで履けるパターンと、はい、あとは、普通にスラックス、このゴムが入ってないスラックスのパターンがあって、はい、そのスラックスがノータックとハイタックというところで、形が全部で3つあるんですけど、はいはい、リラックス感がある方が良かったら、はい、じゃあそちらでお願いします。ます、はい、お好みでももの周りとかを少し太くするとか、そういったところが可能なんですけど、はい、裾をもうちょっと広くとかもできるんですか？あ、できますよ。どうですかね。あ、いいと思います。少し太くして、はい、かぶるような感じで、はい、裾口を広くすると、はい、短めに上がっちゃった時ちょっと浮いちゃうので、はい、そういう意味でも裾口太くした時にちょっと長く、そうですね、1センチ長くしてもいいかもしれないですね、はい、いいですよね。いじるところがすごいいいですね。うん、さらっとはまってるので。一応1ヶ月半後に仕上がりますので、はい、仕上がり次第ご連絡させていただくので、はい、その時にまたフィッティングちょっとさせてもらって、はい。はい、お渡しとなります。楽しみにしております。はい、ぜひ、はい。よろしくお願いします。ありがとうございます。